どうも、ささんです。今回はですね、めちゃくちゃ久しぶりなんですけども、ラジオ動画やっていきたいと思います。いや、ほんといつぶりだろう、多分去年の年末とかかな、そんぐらいからやってないんじゃないかなと思うんですけど、そうこうしてるうちにもう2021年7月もそろそろ終わりですよ。いや、早すぎマジで。皆さんいかがお過ごしでしょうか。学生さんもうそろそろ夏休み入ったのかな。もう大変よね、本当。コロナであんまり遊びに行ったりもできないだろうし、その中でオリンピックをやってるしね、結構 SNS 荒れたりしてますけど、いや、もう始まっちゃったんでね、あとは感染予防、手洗いうがいなどいつも以上に気をつけながら、テレビの前で応援するのが一番いいのかなと思います。はい、というわけで本題なんですけども、まあ、本題って言ってもね、別に大した内容でもないんですけど、今回は、主に YouTube の動画に寄せられたコメントで、特に気になったものについて返答しつつ、プラスアルファいろいろと話していけたらなと思っております。はい、じゃあ早速、一つ目のコメントなんですけど、最近値段の高いものばっかり紹介してるんですけど、視聴者はそんなの買えないんだからもっと安いものを紹介してくださいというコメント、結構ね、今まで似たようなコメント何かされてたんですよ。まあ、別に高いものだけ紹介してるわけじゃないと思うんですけどね、これについて私さっさんの考え方なんですが、値段の高いものとか安いものっていう概念ではなくてですね、YouTube の動画にするものは自分が本当に欲しいものとか、興味あるものを使ってみたいなっていう風に思ったもの、それを紹介したいと思ってるんですよね。なので今後もそれは変わらず、自分が気になったものは高くても安くても買うし、興味ないものとか必要ないものについては世間的に話題になってたとしても買わないっていう、方針でいきたいと思っております。例えば最近で言うと、ロジクールのワイヤレスマウスの充電器の動画、2本出したんですよ。しかもあれってね、めちゃくちゃニッチな内容だと思うんですよね。で、結果的に、意外とね、さっさんの視聴者さんが興味を持ってくれて、結構再生されたから良かったんですけど、まああんまりね、普通はやらないような、内容なんじゃないかなと思うんですよね。ただ個人的には普段から使ってる製品をもっと快適に、使えるようにするっていうものに、めちゃくちゃ興味があったので、動画にしたという感じです。逆にちょっと前ではあるんですけど、 M1 Mac、M1 チップを採用した Apple の MacBook、めちゃくちゃ話題になったじゃないですか。もうこぞってね、ガジェットレビュアーが飛びついて、Windows 派の人とかでも買って紹介してたと思うんですけど、まあ、俺はね、買ってもどうせ使わないだろうなと思ったので、まあ、動画のネタとしてはね、もちろん美味しいんだろうけど、買わなかったっていう感じですね。というわけで、今後も自分がちゃんと興味を持てるもの、自腹で買うのもそうだし、案件でレビューするのもそうなんですけど、まあ、そこはね、ブレずにやっていきたいなと思います。で、今案件っていう言葉を出したついでに、案件のね、裏話的な話をちょっとしてみましょうか。皆さんね、結構気になってると思うんですよ。どんな風に依頼が来るのかとか、どのぐらい依頼の数があるのかとか、その単価はね、どのぐらいなのかとか。前までは結構定期的に収益を公開する動画っていうのも、出したんですけど、まあ、今はね、ちょっとめんどくさくなっちゃって、それもやんなくなってしまったので、今回のラジオ動画でね、まあ、ふわっと単価の部分はごまかしながら、話していきたいと思います。まずですね、依頼っていうのは Twitter の DM か、仕事用のメールで来るって感じですね。なんか電話がかかってくるとかそういう感じではないです。で、ちょっと前までは、仕事用のメールアドレスを YouTube の概要欄とか概要ページに載せてなかったんですよ。なので全部、Twitter でね、依頼を受けてたんですけど、 DM で。でもメールアドレス載せてからはめちゃくちゃ依頼が来るようになったんで、もし今このラジオ動画聞いてる YouTuber さんでメールアドレス概要欄に載せてないっていう方はね、ぜひ載っけてみてください。もうめちゃくちゃ連絡来る可能性もあると思うんで、もちろんね、ジャンルによっても違うと思うし、ガジェットレビューってね、やっぱ比較的そういう案件が来やすい方だと思うんですけど、まあ、載せないよりはね、全然いいんじゃないかなと思います。はい、続いてどのぐらい依頼があるのかっていう話なんですけど、これね、最近は本当多くてですね、ありがたいことに、1日に1件も来ないっていうことはまあないかなと思います。もしかしたらね、少ない時は1件とかっていうこともあるかもしれないんですけど、多い時はね、もう10件ぐらい依頼が来てたりとか、もうメールの対応するだけで時間持ってかれて大変なんだけどって、そういう時もありますね。で、その中で、興味のあるものだけ受けるっていう感じにしております。
はい、そして皆さん気になる案件単価についてなんですが、まずねこれ、毎回必ずお金もらってるとかっていうと、まあそういうこともなくて、稀にね無料で受けるっていうこともあります。例えばさっき言ったロジクールの、ワイヤレスマウスの充電器、2本動画出したって言ったんですけど、1本目はメーカーさんから、サンプルを送ってもらって、お金はもらわずに動画にしたという感じですね。ちなみに2本目の動画サイバーコインっていうやつは自分で買って動画化したものになってます。ただそういう風に無料で受けるってことはまああるっちゃあるんですけど、そんななくて大体はね、動画1本あたりですね、まあうまい棒換算で言うとですね2万本から5万本買えるぐらいですかね。物とか条件によって、多少前後はするんですけど、まあそんな感じになっております。一応言っておくと、これはあくまで私サスさんの場合であって、結構ね YouTuber 仲間と情報交換したりするんですけど、人によってね、単価っていうのは全然違うので、登録者11万人くらいの YouTuber みんなこのぐらいとか、そういうわけではないので、そこはね注意してください。まあ注意っていうかね、何の注意だよって感じなんですけど、一応ねそういうことになっております。はい、それでは2つ目のコメントいきたいと思います。プレゼント企画してくださいとか、プレゼント企画やらないんですか、これについて、もう絶対ねいろんなガジェット系の YouTuber にこの手のコメントを言ってるんだろうなと思うんですけど、結果から言ってしまうとですね、今のところ私さんプレゼント企画っていうのをやる予定はございません。でなんでそのプレゼント企画やらないのかっていう話なんですけど、もう使わなくなってしまったものをあげるのがもったいないとか、自分でお金にした方が得とか、まあ、正直ね全くそういう気持ちがないといえば嘘になるんですけど、別にね、あげてもいいっちゃいいんですよね。いらないものだったら、もし自分の目の前にね、そのいらなくなってしまったもの欲しいっていう人がいて、ちょうだいって目の前で言われたらもうはいどうぞってあげちゃっていいんですけど、YouTube とか Twitter でねそのプレゼント企画するってなるとまたちょっと話が違って、やっぱりね時間がかかっちゃうんですよね。手っ取り早くやるなら、まあ、Twitter が一番なのかなと思うんですけど、そのプレゼント企画をするツイートを作成して、で期限まで待って、当選者選んで、そしたらその当選者に連絡して梱包して、しかも送るときにお互いの本名とか住所バレるのも嫌だし、しかもねそれ結局当たった人しか得しないしね、そういうのを考えるとね、やっぱいらないものまとめてリサイクルショップで売るとか、まあ、単価が高いものに関しては、ネットで売ったりもするんですけど、でそれで得たお金、それを使ってねまたレビュー用の商品を買って、チャンネル登録してくれてる方の多くに楽しんでもらえた方が、まあ、いいのかなというふうに思ってるので、今んとこねプレゼント企画する予定っていうのはないです。はい、去年の年末か、今年の初めか忘れたんですけど、 EPOS っていうゲーミングメーカー、ゼンハイザーから EPOS っていう風に変わったんですけど、EPOS のねゲーミングヘッドセットのプレゼント企画っていうのをやったことがあったんですよ。それはメーカーさんの要望で、コラボ企画としてプレゼントやりたいっていうことだったんですけど、俺はねさっきも言ったみたいに時間は全くかけたくないので、ツイートするだけだったらいいですよと、あとは当選者選ぶとかやり取りしたりとか発送したりっていうのはもう全部ね、そちらでやってくれるんだったらいいですっていうように、したんですよ。なので、今後もねそういったメーカーさんとのコラボ企画で、まあ俺がね全然時間をかけずに済むような、ものであればねやる可能性っていうのはあるんですけど、まあ完全自分発信で、プレゼント企画やるとか、まあ、そういうのはね、今のところないんじゃないかなと思います。それと今の話とちょっとつながるんですけど、最近ねよく思うことがありまして、お金以上に、時間ってめっちゃ大事だなっていうふうに思うんですよ。もちろんねお金も大事ではあるんですけど、お金で時間は買えないんでね、当然なんですけど、フリーランスになってから仕事自体がすごい楽しいし、プライベートも充実してるし、だからなのかすぐ1日が終わっちゃうなっていう感覚があって、理想はねもう1日30時間ぐらいあればいいのになって思うんですけど、もちろんねそうはならないので、その分時間をいかに節約して、無駄なことを省いていくのかっていうのがねめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。まあ、プレゼント企画を無駄って言ってしまうと、やってほしいって人に失礼かもしれないんですけど、とにかくね時間はかけたくないので、例えばね掃除はルンバに任せるとか、洗濯干す時間がもったいないのであればドラム式の洗濯機を買って、乾燥機能で節約するとかね、メール仕事のメールとかはできるだけテンプレで返すとか、まあ、あとご飯とかもねそうだと思うんですよ。なんか今日カルボナーラ食いてえなーってなったとして、作り方を調べてスーパーに材料買いに行って
帰ってきて作っていただきます、うまってなってもいいんですけど、別にねカルボナーラなんてコンビニで売ってるし、Uber Eats で宅配してもらってもいいし、麺だけ茹でてねパスタソースかけてもいいし、そういう風にねどんどん効率化していくことで、浮いた時間を本当にこう時間をかけないとできないことに、当てたいんですよね。それは自分の趣味だったりとか、まあ、カルボナーラ作るのがね、楽しいならそれをすればいいと思うんですけど、自分にしかできない仕事であったりとか家族との時間とか、そういうのに使うために、もう2021年半分終わってしまったんですけど、後半はですね、今よりさらにこう時間を効率化できるような生活をするというか、そのためにね、アイテムを導入したりしていきたいなと思っております。はい、もう結構ね時間経ってしまったので、最後に私サッサのお金の使い方というか、お金の考え方について話して終わりたいなと思います。最近はないんですけど、前に収益公開やってた時は稼いだお金何に使ってるんですかとかっていう方が結構いたので、それについて言うと、まずですね、基本的に無駄遣いっていうのはしないようにしてます。まあ、無駄遣いの定義っていうのも難しいんですけど、自分の中では例えばギャンブルとか、タバコとか、まあ、あとね女の子の店に飲みに行ったりとか、そういうのをね趣味にしてる人にはごめんなさいなんですけど、これはあくまで、俺個人の考え方なんでね、そういう風に聞いてご容赦いただければなと思います。そういうのにはもうね全然使わないっていう感じですね。さっきお金以上に時間が大事っていう話はしたんですけど、それでもやっぱりお金は大事だし、お金の無駄っていうのも減らしていきたいので、仕事に関わることには結構がっつりお金使うんですけど、例えばね YouTube で紹介するための商品買ったりとか、撮影に必要な機材とか、ただそれ以外はほぼ使わないってくらいですね本当に。まあ、たまにね外食するくらいかな。あと一応間接的に仕事に関わる部分としては、ヒゲ脱毛とか、これねヒゲがなくなるだけで全然印象変わるんで、今ヒゲが濃くて悩んでるとか、濃くはないんだけど、色白だからちょっと目立つとかっていう人にはね、マジでヒゲ脱毛おすすめです。あとは今もまだ続いてるんですけど、歯列矯正にもね、結構お金かかってますね。これ動画で歯列矯正してるって言ったことないんですけど、マウスピースつけるタイプの歯列矯正、やってるんですよ。いつからだっけな、確かね去年の春とかそんぐらいからやってて、お金はですね100万以上はもう普通にかかってるっていう感じですね。まだ途中なんでね全然、歯並び良くなりきってはないんですけど、やる前ねもうめちゃくちゃすごいガタガタ状態から始まったので、そっから見ると、まあ、だいぶねマシになったかなとは思います。歯列矯正ってお金もかかるし、時間もかかるし、でマウスピースつけるの結構ストレスなんでね、大変ではあるんですけど、まあ、やっぱ動画とか、人前に出るような仕事をしてる人はそういう外見もね、まあ、気をつけた方がいいのかなと思うので、そういう部分には、惜しまずお金をかけていった方が個人的には、いいのかなと思っております。まあそんな感じですかね。なんかラジオ動画ってどうやって締めればいいのかいつもわかんなくて困るんですけど、今回はこんな感じでございました。次回年末になるか来年になるかわかんないんですけど、もし話してほしい内容とかあればぜひコメント欄でリクエストしていただけたらなと思います。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。